みんなこんにちは、キュアスパークルだよ。今日は遊んでプリキュアの塗り絵で、私と同じ黄色プリキュアの塗り絵をたーくさん塗り塗りしちゃうよ。黄色プリキュアの塗り絵楽しそうって思ってくれた人はグッドボタンを押して、この動画を見る準備をしてね。うわぁ、みんなたくさんグッド押してくれてるね。ありがとう。それでは私と一緒に黄色プリキュアの塗り絵を塗り塗りしていこうね。まず最初の黄色プリキュアは、スタートインクルプリキュアのキュアソレイユだよ。キュアソレイユの塗り絵を塗り塗りしていこう。キュアソレイユの髪の毛は太陽みたいに輝く黄色。素敵な色だね。頭のお星様の色も塗り塗り。ここの髪飾りはこんな感じの色だね。お目々も紫。お顔の色は太陽の恵みをたくさん浴びたとっても素敵な色。お口はこんな感じかな。お洋服はオレンジで塗って、背景を黄色にして影をつければ、まず一人目の黄色プリキュア、キュアソレイユ出来上がり。次の黄色プリキュアは、ハグットプリキュアのキュアエトワールだよ。ハグタンも一緒だけど、今日はキュアエトワールだけ塗り塗りしようね。とってもおしゃれな女の子なんだよね。スカーフの色も塗って、お星様もアクセサリーも塗って、お顔の色もあれなんか変なの、こんな感じで塗って、お口の色も塗って、お洋服も黄色で塗って、背景も黄色で塗って、影をつけて、二人目の黄色プリキュア、キュアエトワールの出来上がりだよ。3人目の黄色プリキュアは、キュアカスタード。キュアカスタードを塗り塗りしていくよ。キュアカスタードの髪の色は茶色。プリンの色は黄色で、カラメルの色は茶色。あ、ここも髪の毛だったね。塗り塗り。そして、ここはこんな感じの色で、中心は黄色。お洋服も黄色で、あ、ここはプリンと同じ色かな。黄色と茶色。そして腕の部分が赤で、リボンは薄い黄色。とってもおしゃれな色だね。お耳はオレンジ色で、お顔の色はこれかな。うんうん、ここは手袋みたいなのをしてるから塗らないで、お口はこれか、この色で塗って、はい、ピンク色で影をつけて、キュアカスタードも可愛く塗れたね。4人目の黄色プリキュアは、オープリンセスプリキュアのキュアトゥインクル。キュアトゥインクルを塗り塗りしていくよ。キュアトゥインクルの髪の毛は黄色、もうちょっと濃い感じの黄色かな。あ、茶色だったかな。ちょっとお手本見てみよう。あ、茶色だったね。オレンジっぽい茶色だ。この色か。髪は茶色で塗り塗り。あ、そしてここの部分が赤っぽい色だよね。おしゃれ。ここは黄色。アクセサリーも黄色。お洋服も黄色。ここはこんな感じの色だね。そしてお目々が紫っぽい色だったと思うよ。お洋服のこの部分とここも紫。うん、素敵。ここは薄い黄色でぬりぬり。お洋服のここも、あ、で、ここの下のところも薄い黄色で塗って、
顔を塗り塗り、口の部分が今消えちゃったので口も塗って、背景黄色に塗って影をつけて、4人目の黄色プリキュアキュアトゥインクル出来上がり。影をつけると髪の毛の色がちょっと変わるんだね。うん、かっこいい。5人目の黄色プリキュアはハピネスチャージプリキュアのキュアハニーだよ。キュアハニーをぬりぬりしていこう。キュアハニーの髪の毛の色は蜂蜜みたいな黄色、素敵だね。そしてここも黄色で、ここはオレンジ、お目目もオレンジだよ。お洋服の色はここがちょっと黒っぽいのかな。ここも黄色、ここも黄色で、この部分がブルー、この辺がオレンジで塗って、ここ黄色でここ黄色、顔の色を塗って手も塗って口も塗って、背景黄色で塗って影をつけて、とっても可愛いキュアハニーの出来上がり。最後、6人目の黄色プリキュアはドキドキプリキュアのキュアロゼッタだよ。キュアロゼッタもぬりぬりしていこう。黄色プリキュアは髪の毛がオレンジっぽい人もいるんだね。キュアロゼッタすごく可愛いね。この部分は黄色、あー、カーソルをちゃんと合わせないと、よいしょ、黄色だね。で、髪の毛の塗り忘れ発見、ここはこの色だね。ちょっと違う、うん、こんな感じの色だね。お目目の色は黄色、ここは薄いグリーン、そして私たちのヒーリングアニマルみたいな子もこんな感じの黄色で塗って、うん、とっても可愛いね。ガムを塗ってこの辺は確かピンクだったよね。とってもキュート、青の色も塗って、背景の黄色で塗って、影をつけて、ひだまりポカポカ、キュアロゼッタの出来上がりだよ。今日は私と同じ黄色プリキュアの塗り絵を6人も塗り塗りしてみたよ。黄色プリキュアとっても可愛かったね。キュアソレイユはかっこよくて、そして、キュアエトワールは大人の女の人って感じで素敵。キュアカスタードはお洋服おしゃれだよね。キュアトゥインクルはモデルさんだけあってかっこいい。キュアハニーは優しくてかわいい。キュアロゼッタはなんだかあったかい感じがする。黄色プリキュア全員素敵だったね。またたくさんの黄色プリキュアに会えるといいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。メルちゃんが出したのはパー。チョキを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。